房は中国春秋時代の呉の第7代最後の王。姓は姫。春秋五派の一人に数えられることがある。先代の呉王項領の次男。越王勾践によって討たれた父、項領の仇を討つため、五子諸の尽力を得て、国力を充実させて、葉を唱え、一度は勝利したものの、勾践の反撃により敗北して自決した。房は呉王家の次男として誕生し、本来ならば太子は、姓の傾向の向上をめとっていた長兄の並であった。しかし妻を亡くした兄の太子派が若死にした上に、息子もいなかったので、彼にも王位継承を争う機会が生まれた。そのため房は、父、項領の信任の厚い重臣である五子諸に自分を、新太子に推薦するよう熱心に頼み込んだ。項領は、房は、暗愚な上に人情に薄く人の上に立てるような人間ではないと危惧を示したが、房の熱心な運動と何より、自らの右腕である五子諸の顔を立てるために、房を太子とした。項領は高専が藩令の助言を入れて、国力を伸長させていた時に、古氏に攻め込んだが、逆撃され、項領は、古氏の武将である、霊姑誠が放った矢によって、足の親指に傷を負い、それが原因で、破傷風となって死んだ。項領は死に際して、房の兄弟である、項子子孫との後継者争いを避けるために急いで、房を呼んで、自分の後継者に任命し、高専がお前の父を殺したことを忘れるなと遺言した。この言葉を忘れないように房は寝室に入るときは、部下に、項領の遺言を繰り返させ、寝るときは、ゴツゴツした焚き木の上に寝て、体に痛みを感じることで復讐を忘れないようにした。五子諸の補佐を受けて呉が国力を充実させていたところ、それを恐れた高専が攻め込んできたが、反撃して、高専を追い詰めた。追い詰められた高専は命乞いをしてきた。五子諸は許さないようにと言ったが、宰相の白飛は許すように言った。実は白飛は古氏から賄賂を受けており、古氏の策略に乗せられた房は高専を許して帰国させた。その後、房は伸長した国力を背景に、北の黄河流域へと進出して、覇者になることを夢見た。だが五子諸は、古氏の復讐を恐れて北へ進出することを諌めた。このことで房は五子諸に辟易し、五子諸は自分が呉を支えているという自負もあり、意見の衝突で主従関係がうまくいかなくなった。ついに紀元前484年には白飛の讒言で五子諸に死を賜ることとし、房に授けられた件で五子諸は自決した。この裏には藩令の離間の刑があったとも言われる。紀元前485年、房は軍を率いて、姓を討ち、改名を開いて呉が諸侯の盟主であると認めさせようとした。だが、元からの華北の盟主的存在であった進がこれに反対した。紀元前482年、進と呉での主導権争いが起こる。その時、呉本国が越に攻められ、留守を委ねたその息子である、太子と元同族の公孫渡陽と将軍の従陽らが越の捕虜となり、共にまとめて処刑されたという衝撃的な報告を受ける。この報に房は驚き狼狽し、このことが諸侯に漏れれば恥をさらすことになり、主導権を取れなくなると考え、口止めをした。だが、ある者がこのことを漏らしたために、激怒した房はその容疑者を調査し、結局7人の容疑者が摘発され、これを処刑した。進との盟主の座を争ったが、進の大部の長宗長が武力に物を言わせて恫喝したので、やむなく、房は諦めた。その帰途で、白飛の進言で、意図的にゆっくりと帰国し、途中で宋を攻めたりした。古氏も、呉を一息に滅ぼすほどの力はなく、一旦は和睦した。1983年に、項領馬山5号部から出土した、房の矛。その後も古氏による激しい攻勢は続き、特に紀元前475年に、呉の公子喜びきが房に、王は行いを改めないと、いずれは滅びるでしょうと勧言したが、聞き入れられず、公子喜びきは、領地のもぐさに戻り、ついでに諏訪に向かった。同年冬に、古氏が呉を討伐すると、喜びきは、呉に戻り、今こそ府中社を除いて、古史と結ぶべきですと進言したところ、激怒した房は大夫たちと謀って、ついに喜びきを誅殺した。紀元前473年、ついに首都姑池が陥落した。房は付近にある姑池山に逃亡し、大夫の公孫武氏を派遣して和睦を壊せた。公孫武氏は公孫の前で裸となり、房は越王公孫様に対して一度命を助けたのですから、あなたも一度房の命を助けていただけないでしょうか。と房の命乞いをした。だが、藩令は天から授かった機会を逃したから、今の子があるのです。22年間の苦しみを忘れたのですかと激しく諌めた。哀れに思った公孫は、ならば、房をよう東の辺境に流せば再起できまいと決めた。こうして、公孫武氏は引き返して、房にその旨を伝えた。だが、房は、私は年老いました。とても君主にお仕えすることはできませんと言い、司書に合わせる顔がないと顔に布をかけると、自ら首をはねて死んだ。公孫は、房の死に哀れんで丁重に抗争した。そして、呉の亡国の元凶となった白飛を処刑した。こうして呉は滅亡した。日本の新専制史録によると、松野蓮は、房の子孫を自称している。森尾の春秋経伝集下及び柴忠の式作院が引く、築書記念と呉軍図行続記より、春秋左史伝では、太子尾張類と表記。実際は公領は房よりも、抜子の小山の器量を買っていたが、御史書の進言で断念した。春秋左史伝では、王孫渡るようと表記され、具体的な親族の血縁上の系譜関係は不明だが、父は、公氏の姑別と記述され、公孫渡るようは亡き父の軍旗を公氏が使用していたのを見て、あれは、公氏の捕虜となった、我が父の軍旗だ。その敵の孤子を殺さぬわけにはいかないと言った。それを見た同族の太子どもは、戦いに勝たないと国が滅ぶ。しばらく待った方がいいと諌めている。しかし公孫渡るようはこれを聞き入れず、5000人の軍勢を率いて、これを迎え撃った。房の抜子の公七が、公孫渡るようを援助した。公孫渡るようは、古史の武将のアゼムアマリを、公七は同じく旅を捕獲したと記述されている。公七に関しては、越王公孫率いる本軍が到着すると陣営を固めたと記述された以降の消息は不詳である。呉越春秋及び東州列国史によると、呉王領の子で改暦の持ち主。公氏喜びきの存在を恐れた公領と御史書によって派遣された刺客、石折に惨殺された設定となっている。春秋左史伝では、王孫、楽とする。呉王房との具体的な親族の血縁上の系譜関係は不明。陽東、現在の長山諸島。子規越王公孫生家第11、呉王者曰く我老確か不能事君、王水自殺の兵その目に曰く我無免意見史書なり。なお、春秋左史伝では御史書のことは、触れずに、私は年をとって、あなたに奉仕することはできないと述べて意思した。春秋左史伝、愛公24年の項では、白飛の継子の記述はなく古史の太宰として、わずかに記されている。ありがとうございます。